はい、ですね、ちょっともう、ごめんなさい、ちょっと今日この後予定あるからね、もう、こう、他にも取り上げたネタなんだけど、ちょっともう時間限界なんで、これが今日最後にします。まこない社長のね、無料セミナー、論理的な話し方実践セミナーなるものをね、今日の昼受けてきましたね。で、それを受けてきた感想っていうのを話そうと思うんですけれども、とにかく、まとめると、クソ時間の無駄でした。はい。1時間のセミナーだったけど、マジでドブに捨てた感が半端じゃなかったです。もう何一つ得るものはなかったですね。この無料セミナー、1時間、時間を費やして。うん。金返せ。金返せじゃないか。金返せっていうか、金は無料だから返せない。時間返せ。時間返してほしいって、本当にだから、もうこのクソ忙しい時に、もう時間をよく奪ってくれたなっていう、本当にだから、もう恨みつらみが積み重なるような、そんな内容でしたね。本当に何も内容がなかった。なんだろうね。まあ、とにかくちょっとマコナに今日、今日の8に動画上げたみたいで、ちょっとそれまだ見れてないし、ちょっとそれのね、レビュー動画ちょっとごめんなさい。ちょっともう、スケジュールの都合で明日以降になっちゃうんだけども、とにかくね、久々に、まあ、表に出てきたっていうことでね、滑舌悪いね。相変わらずやっぱ、ライブ配信の滑舌はすごいきついし、あとね、なんだろう、やっぱ機嫌悪かったね、今日は。なんかいつもに比べて、なんか自己紹介、最初の自己紹介するとことかもすっげえ雑だったし、別にこの無料セミナー受けてる人ってのは、何かしらで僕のことを知ってくれてる人だと思うんで、今更自己紹介はそんなにやってもしょうがないですね。じゃあ次行きますねみたいな感じで、まあ明らかに機嫌が悪い感じでしたね。あとは動画をね、火曜日と木曜日出さなかった、説明はしなかったですね。まあ今日出したみたいなんで、まあしれっとやり過ごすつもりなのかもしれないですけど、とにかく、それで、このセミナーが何がクソだったかっていうことについて言うんですけれども、とにかくね、結論に入るまで投げんだわ、とりあえず。論理的な話し方実践セミナーって言ってんだけどさ、じゃあどうやったら論理的に話せるようになりますかみたいなさ、ことをね、やっぱその情報としては知りたいわけなんだけどさ、とにかくさ、何なんだろう、ヨタ話が多くて、その本質論のとこに全然入ってこないのよね。だからもうずっと待てども待てども、ずっとなんか、ぐだ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 なんかもう枝葉の話ばっかりしてるからさ、話し方がね、上手じゃないのよ。僕はその、大学の時にそのディベート、討論、ディベート、弁論術みたいなのをその専攻してたんだけど、ゼミでね。やっぱそこで、一番最初に習ったことは、とにかくそこの結論を一番最初に言いなさいということで、私は、これについては、この問題については、こういうふうに思ってますと、こういう主張をしますと、なぜなら、こういう理由があって、こういう理由があって、こういう理由があるからです。だから私は、なんとかについては、賛成です、反対ですって、だから最初の結論を言うのね、結論から話すとっていうね、言い方をする、人、具体的に言うとね、ステハゲさんとかがこれすごい上手いのよ。ステハゲさんの動画見たことある人とかわかると思うけど、ステハゲさんは一番最初に結論を言うのね。なんか真面目に話す時の動画とかね。あとはあれかな。遠藤さんね。遠藤さんとかもやっぱこの話し方をするんだけども、なんとかなんとかが炎上してますね。それについて僕が思ったことは、ゴミっすねみたいな。そう、これ。だから結論が最初に来てんだよ。結論に来てて、なんでかっていうと、そっからその、具体的なね、その根拠に基づいて、その説明をするわけよ。だからその、遠藤論法、捨てはげ論法っていうのが、これがすごくだから、プレゼンの仕方としては、すっごくだから分かりやすい方法なのよね。だからその、仕事、なんだろう、仕事でね、今回その、ラーメン屋で、新メニューを出すプレゼンを、自分がラーメン屋の店員だとして、その、店長にその、プレゼンしてくださいと、いうのをその実践のね、お題としてやってたわけなんだけれども、だから何なんだろう、それもグダ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 、なんか話し言葉じゃねえ感じ、そのなんか机上の空論みたいなね、いつもの感じだけどさ、グダ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 、そう、それ書き言葉だろみたいな、その喋り言葉でこんなこと言うやついるかみたいなさ、もう何にも使い物になんねえセミナーだったんだけど、そうじゃなくて、相手にそのプレゼンを通しやすくするっていうか、その自分の意見を正確に伝えやすい方法は何かっていうと、最初に結論から話して、で、その後に、それを具体的に説明して、で、それで最後にもう一度結論で締めるっていう、こういう話し方をするよね。それがそのディベートの時の立論っていうんだけど、立論っていうのはその、試合のルールとかによって変わるんだけど、5分以内とかにその主張をまとめなきゃいけないのよね。で、実際の裁判とかで争われた判例についてそれを、プレゼンするわけで、その裁判官っていうか、その、判定、勝敗を決める人に、決める、判定員の人に審査官にプレゼンしなきゃいけない。5分に収めなきゃいけないのさ。資料の枚数とかも決まってたりとかして、資料も、資料を10枚以内に収めなきゃいけないとか、しゃべるのもその5分っていう時間が決まってるから、
その5分でもはみ出ちゃったらそれ以上喋らせてくんないから、そこまでにまとめるっていうのをしっかり考えてやんなきゃいけないし、その相手とね討論するときでも時間をすごいはっきり決めてやるから、そのこっちから の主張の時間2分とか反論の時間2分とかな決まってんのよね。そうだから、その時間を限られた時間の中でそのしっかりと自分の意思を伝える、訓練っていうのは僕はね、そのディベートのあれを勉強したことによって学んだわけさ。そうだから、まこなりが今回言ってるこの論理的、の話し方実践セミナーでやってたこのラーメン屋のさ、なんかプレゼンを通すためにやることみたいなもんなさ、もう書き言葉だからさ、それさメール送ってんじゃねえんだからって話は、もう全然実践では使えねえよなっていう、話で、何の価値もない申し訳ないけど、何にもこれじゃあ実際の仕事には使えねえなっていう、内容だったし、あとね、まあ、悪い癖なのにまこなりその YouTube やりすぎてて、その YouTube の動画ね、なんとかそのなんか使える商品トップ5とか言って、やっぱその最後にそのナンバーを持ってくるっていうやり方をやってるから、それはなぜかっていうと、視聴維持率を、取るためにね、まあだから最後まで動画を見てくれるように、なんだ、それは広告収入とかも考えてることかもしれないけど、だからそれをやりすぎちゃって、なんだろう、YouTube でのその再生時間を取るための、技術、技術として、結論を言わないっていうことを、癖になりすぎちゃってて、今回の無料セミナーでもそうだけれども、だからなんだろう、話が分かりづらいんだよ。最初に、今回の話はこういう話ですってことを、最初に、ビシッと言わないと、やっぱり話が何の話だったのって感じで、とっちらかっちゃって、わけわかんなくなっちゃうから、だからちょっと、まあ、YouTube の弊害、YouTube の動画の作りをやりすぎた弊害かなと。やっぱその YouTube の動画とやっぱ仕事っていうのは実際違うわけだからさ、実際仕事だってやっぱ時間とかが限られてるわけだし、相手もね忙しかったりとかするから、なんだろう、スパッとね、短時間で、まあ、自分の思ってること、やりたいことって伝える必要があるよ。だから、僕はこうしたいと思ってます。なぜなら、こういう理由があるから、だからです。だから、こうさせてくださいって、もうこれを簡潔に、できるだけ時間をね、少なくして、簡潔に言うさ、っていうのが、まあ、仕事の上での、円滑なコミュニケーションっていうね、話なわけで、まあ、こなりは、まあ、その思考がないっていうか、YouTube 用みたいな感じになっちゃってるのかなっていうふうに思った。実際、こういうまこなりが言ったみたいな、プレゼンをしてくるやつがいたら、すげえうぜえと、思うので、仕事ができないやつ認定をされますということを、僕は言いたいというふうに思いました。はい、まあそんな感じでね、結局しかも最後ね、なんか終わりの方で言ってたの、またね自己責任の話で、なんかアンコモンのソフトが別に悪くねえぞみたいなことをね、また言って、まだこの後に及んで言うんかっていう話でさ、アンコモンはそのソフトがすごくいいんだけど、でもそれで実際にやってできるようになるかはその自己責任ですと、受け手の、責任ですみたいなことでさ、もうまだこんだけ結果出てなくてもまだそのソフトが悪いってことを認めらんねえのかよって話でさ、もうちゃんとさ、もうなんだろう、環境のせいにするなみたいなことをさ、なんかまた言ってたんだけどさ、おめえだよ、おめえが環境のせいにすんねよ、おめえがその受講者のせいにすんねよ、そのアンコモンが売れてねえのをさ、おめえのソフトが悪いから売れてねえんだよ、もうそれをいい加減自覚しろって話で、もう全然こいつ反省しねえんだなっていう風に思いましたね。だからアンコモンはダメでした、僕は失敗しましたっていうのをね、ちゃんとね言いなさいよ、まだ失敗認められてられないんだなっていうのが、今日のね、ライブ配信じゃない、その無料セミナーを見て思いましたという話でございます。はい、そこでまこない社長の、今日ね、受けましょう60分ドブにしてしまった、本当に、論理的な、話し方実践セミナー受けた感想を話しました。はい、なんかね、まこない、また怪しい他の無料セミナーね、やろうとしてるみたいな、それについてもね、本当は今日動画出したかったので、ちょっともう時間切れだからごめんなさい。明日以降にいたします。かなり怪しい方向に、ね、経営のディブ社の方向を持っていこうとしているということが分かりました。はい。ちょっとすいません。ごめんなさい。今日は時間ないんで、あれですけど、明日ね、あとすいません。バー3代目で、12時から、20時イベントやりますんで、オーナーズデーということでね、明日時間ある方はぜひ僕、店にいたしますんで、来てくださいということでございます。ちょっとだから明日、無理かな。明日の夜とかにもしかしたら動画出せるかどうかって感じで、ごめん、ちょっと自分のスケジュールが詰まっちゃってて、あれなんですけど、早く動画出すように頑張りたいと思います。はい。ということで、以上でございました。また追加情報ありました。取り上げます。